日は那須高原友愛の森へ来ました。広い施設ですね。どちらに行きましょうか。まずはふれあいの里直売所に向かいます。入り口には鮮やかな色をした花々がたくさん売られています。こちらでは地元の採れたて新鮮野菜が並んでいます。ラベルには生産者さんの名前が書いてあり、安心安全ですね。花や野菜だけではなく地元で採れたお米もあります。地元工芸士による手作り品の展示、即売コーナーがあります。志野工芸は栃木県伝統工芸品に指定されています。冬場、農家の閑散期の手仕事として生活用品作りが盛んだったそうです。名人が編んだ作品です。資料として保存されています。こちらは櫛人形です。可愛らしい絵付けがされてますね。ここは木工室で、4月から10月の週末、実演が行われています。木工作品の即売ですね。志野工芸と草木染めです。自分で作ってみたいという方には体験教室も用意されています。陶芸、ガラス工芸、櫛人形絵付け、草木染め、志野工芸などです。期間、時間、料金など詳しい内容は工芸館にお尋ねください。芝生の上にはオブジェでしょうか。芸術に疎い私にはさっぱりさっぱり。トイレの廊下がギャラリーになってます。鳥や動物の写真がたくさん飾ってありますね。さっきのポスター見たら食べたくなりました。おいしそうだ。いただきます。お腹も落ち着いたので少し散歩しましょうか。何これ、面白い。滑り台みたいだね。レストラン、ナストラン。時間が早くてまだ営業してませんでした。
したお菓子もたくさんありました。現在10時半と少し早いですが、昼食を食べに行くことにします。友愛の森の近くにある茶屋うさぶろうに来ました。こちらのお店は非常に人気があり、早い時間に来ないとなかなか入れないお店です。昭和初期に建てられた古民家を移築したという店舗は、懐かしい田舎のおばあちゃん家のような情景が広がります。人気メニューの一部です。他にも水豚、けんちんうどん、季節のメニューなどがあります。注文したあんぽん単線が運ばれてきました。美味しそうだね。午前の内容は野菜の煮物、ここはけんちん汁、あんころ餅、漬物、小鉢、わらび餅と腹持ちの良さげな午前です。ではいただきます。